ワーナー・ロビンズはアメリカ合衆国ジョージア州の中央部に位置するハウストーン郡とピーチ郡にまたがる都市である。2010年の国勢調査で人口は66,588人だった。2000年国勢調査の48,804人から10年間で36.4%増加した。メイコン・ワーナー・ロビンズ広域都市圏に属しており、 都市圏人口は417,473人である。ワーナー・ロビンズは1942年にウェルストンの町から分離して設立された。町名はアメリカ空軍のオーガスティン・ワーナー・ロビンズ将軍にちなんで名付けられた。1943年に町として1956年には市として法人化された。1940年の国勢調査では ベルストンの町にはほとんど人が住んでおらず、主に農夫とその家族ばかりだった。町でも顕著な目印となったのは、鉄道の停車場だった。ベルストンには小さな製材所と雑貨店があった。桃の果樹園が周辺の土地の一部となっていた。第二次世界大戦がこの様相を変えた。陸軍省がアメリカ合衆国南東部で空軍の補給基地を建設する計画を立てた。 影響力あるアメリカ合衆国会議員、カール・ビンソンの援助もあり、ウェルストンの指導者、チャールズ・ボスティック・ボス・ワトソンが、メーコンの役人と共に働き、この空軍基地をハウストン軍に持ってくる法案を作った。1941年6月、アメリカ合衆国政府は3108エーカーの土地を含むこの提案を飲んだ。 この空軍基地は1942年に開設された当初ベルストン陸軍航空基地と呼ばれていた。最初の司令官はチャールズ・イ、e、ー・トマス大佐だった。トマスはこの基地の名称をその支援者であるオーガスティン・ワーナー・ロビンズの栄誉を叩いて名付けることを望んだ。ロビンズはそのミドルネームであるワーナーで呼ばれていた。規則では基地の名称を 最寄りの町の名前にするようになっていたので、ロビンズと名付けることができなかった。トマス大佐はこれにくじけず、ボス・ワトソンとその田町の指導者を説得して、ウェルストーンを解明させた。1942年9月1日、町は、ワーナー・ロビンズという新しい名前になった。それから間もない1942年10月14日、基地が解明されて、ワーナー・ロビンズ陸軍航空基地とされた。 ワーナー・ロビンズという町名はアメリカ合衆国でここが唯一のものとなった。ロビンズ空軍基地は現在の市域内には入っていない。アメリカ国道129号線が基地都市を分ける境になっている。ワーナー・ロビンズ市は北緯32度36分31秒整形83度38分17秒。 北緯32.60861度整形、83.63806度、32.60861-83.63806に位置している。ワーナー・ロビンズは、アトランタの南約100マイルにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は35.4平方マイルであり、このうち陸地35.1平方マイル。 水域は0.3平方マイルで、水域率は0.82%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。2009年の雑誌ビジネスウィークでは、ワーナー・ロビンズを家族を育てるためにジョージア州で最良の場所に挙げていた。このランキングは2010年にも同じ結果になった。ワーナー・ロビンズ地域商工会議所は2009年に アメリカ商工会議所執行協会から商工会議所のトップ3の一つに挙げられていた。2012年 CNN の雑誌マヌエはアメリカの小都市で住みたい場所リストの第7位にワーナー・ロビンズを挙げていた。ワーナー・ロビンズ氏は温暖湿潤気候、欠片の気候区分では CF にあたる。暑く湿気た夏と外して温暖な冬が特徴であり、 平均最高気温は夏の歌詞92.0度から冬の歌詞58.0度まで変化する。降雪は極めて稀である。竜巻はジョージア州の平均よりやや多く発生している。発生率を全国平均と比べれば86%大きい。1953年4月30日、風速200マイル、字以上の藤田スケール海4の竜巻が、 ワーナー・ロビンズ氏とロビンズ空軍基地を襲い、死者18人、負傷者300人以上を出させた。ロビンズ空軍基地にある航空博物館、ワーナー・ロビンズ氏には航空博物館がある。これは航空機の軍事利用の歴史を見せるものである。空軍基地の隣にある。軍事的な記念品、航空機と地上車、タスキギー航空隊。 湾岸戦争の砂漠の嵐作戦に関する展示が行われている。国内でも2番目に大きな航空博物館である。ジョージア州ではアトランタ市に次いで2番目に大きな観光地でもある。ワーナー・ロビンズ市レクリエーション部の支配人、クロード・ルイスが1958年にティーボールの競技を発明したということになっている。最初の試合は、 同年3月に20人の子供たちが参加して行われた。ルイスはこの新しい競技のルールを作り、国内のレクリエーション部に当ててルールブックを発送した。2006年、ワーナー・ロビンズ・アメリカン・リトル・リーグ複合施設に競技場ができて、ルイスにちなみ TE ーボールの父と名付けられた。ワーナー・ロビンズ・リトル・リーグは2007年リトル・リーグワールドシリーズに出場し、 東京のチームを3対2で破って優勝した。リトルリーグのアメリカ合衆国南東部地域本部2008年12月9日、リトルリーグ国際支配人会議が全会一致でワーナーロビンズに新しいリトルリーグ野球とソフトボールのアメリカ合衆国南東部地域本部を置くことを決定した。2010年にはワーナーロビンズで試合が行われるようになった。 ワーナーロビンズアメリカンリトルリーグの女子ソフトボールチームは2009年リトルリーグソフトボールワールドシリーズに出場し決勝でテキサス州クローフォードのチームを破って優勝したこのことでワーナーロビンズはリトルリーグの野球とソフトボールの両方でチャンピオンになった初めての街となったワーナーロビンズアメリカンリトルリーグの女子ソフトボールチームは 2010年にもカリフォルニア州バーバンクのチームを破ってチャンピオンを防衛した。このワールドシリーズに連勝したのは4チーム目であり、2003年から2004年のテキサス州ウェイコ以来のことになった。ワーナーロビンズアメリカンリトルリーグの男子野球チームは2011年にも優勝した。ワーナーロビンズの高校フットボールには長い歴史があり、州や全国のチャンピオンになり、 カレッジや NFL のスター選手を送り出してきた。毎年行われるノースサイド高校とワーナーロビンズ高校の対抗戦には推計で2万1000人の監修が集まる。USA Today から2006年に第3位の対抗戦に指名された。ワーナーロビンズ高校は1976年と1981年の2度全国優勝した。 州の選手権ではこれまで4度優勝している。ノースサイド高校も3度州のチャンピオンになってきた。コマーシャルサークルの建物にある愛国的壁がワーナー・ロビンズの公式モットーはエデン・ゲファドである。これは中部ジョージア州では、毎日が軍隊を褒める日であるという文の頭文字を並べたものである。この文を作ったのは、 地元の市民指導者だったダン・キャラハン博士だとされている。2010年、キャラハン博士と地元指導者たちがこのモットーをエディウスヤファドに変える運動を始めた。これは、アメリカ合衆国では、毎日が軍隊を褒める日であるのかしら文字である。ロビンズ空軍基地、ロビンズ空軍基地は、ジョージア州でも大手雇用種であり、軍属、文民さらに契約者を合わせて2万5千人以上の、 食を地元経済に提供している。ワーナー・ロビンズばかりでなく、ジョージア州中部全体の経済的安定性に貢献している。ワーナー・ロビンズ氏は、都心の後輩や放棄を味わってきた地域を再開発、再生し、市を成長させるために動いている。市の計画には、中心街を開発して、ショッピング、娯楽、レストランを集めることが含まれている。 アメニティを増やし、商業企業を誘致しようと望んでいる。2009年5月、ワーナー・ロビンズ氏は、アドバーシティ・インデックスから、過去15年間で9ヶ月以下の不況の時期があった、ジョージア州内4都市圏の一つに挙げられた。これらは2008年から2009年の世界的経済危機によって影響されただけだった。2011年6月、ワーナー・ロビンズ氏は、ワイヤードマガジンから、 知識経済を推進する12の小都市の一つに挙げられた。この範疇でジョージア州は南東部で唯一の州であり、ワーナー・ロビンズ氏は州内で挙げられた2都市の一つとなった。このランキングは知識労働者や企業家を引きつけている小都市を取り上げているものであり、比較的高い家族あたりの収入を得て経済を推進する。 比較的高い創造的労働者の比率を考慮したものである。ワトソン大通りにあるハウストン医療センターハウストン郡病院は1960年7月2日に50床で開院した。この病院は改修後の1986年にハウストン医療センターと改名された。この時病室は純個室から個室に改装され186床を備えた。 北西部に5階建ての増築が2009年に完成し、ベッド数は237床となった。ハウストン医療センターは、ハウストン医療システムの一部であり、システム全体では、年間30万人以上の患者の治療に当たっている。ワーナーロビンズ・リトルシアターワーナーロビンズ・リトルシアターは1962年に非営利の地域劇場として設立された。その30年後、 その組織は劇場を負債ゼロの状態にした。劇場は繁盛し続けている。毎年5つの出し物が制作されている。ジョージア州中部地域社会のためにワークショップや特別な行事も開催されている。バンドのレハブ、スティルウォーター、ドクホリディシュガークリーク、ルークスキャベジストアはワーナーロビンズを本拠に活動している。中央ジョージア高科カレッジの ワーナーロビンズキャンパス中央ジョージア州立カレッジハウストン郡にあるワーナーロビンズの部分での教育はハウストン郡教育学区が管轄している。ピーチ郡に入る部分はピーチ郡教育学区が管轄している。ありがとうございます。